ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえねえ魔理沙、ママカーストって言葉、知ってる？こないだ雑誌で見かけたんだけど、初めて耳にするワードなのよね。もちろん知ってるよ。唯一の共通点が母親であること、が前提の、友達付き合いにおいて見られる序列のことだな。あんまりピンとこないわね。そもそも、カースト、って何なの？カーストっていうのは民族宗教である、ヒンドゥー教における身分制度のことだ。要は、階級、のことだと思うといいよ。なるほど、現在の立ち位置がピラミッドの図で表されるのね。それにしても、ママカーストだなんて最近は厄介なものがあるのね。いやいや霊夢、ママカーストはここ数年の話ではないぜ。調べたところ、サイバーエージェントが行った、2013年の、子育てママの有効語ランキング、なるもので、ママカーストが9位にランクインしたそうだ。え、少なくとも今から10年も前からママカーストは存在しているの？ひえー。まさに現代ママを取り巻く難しい問題点の一つと言えるだろう。今回は、ママカーストの闇、についてじっくりとゆっくり解説をしていこう。ママカーストに身を置いたことがある人は、あるあるって思ってもらえるし、身を置いたことがない人は、こんな怖い世界があるのか、と思ってもらえるし、まさに誰にとっても有益ね。そこまでハードル上げんといてもろて。それじゃあ、ゆっくりしていってね。まずママ友の間で階級をつけられる項目は、主に分けて3つあると言われているので、それぞれを詳しく説明していこう。ピラミッドが3種類あるということね。まず1つ目が、経済力で決まるママカーストについて掘り下げていくぜ。経済力ってまたかなり漠然としてるわね。もうちょっと具体的に教えてもらえるかしら？一番わかりやすい例が、夫の収入だ。世帯年収ではなく、あくまでも夫一人の収入がいくらあるかによって属する階級が変わってくる。もちろん夫が高収入であればあるほどピラミッドのより高い位置に行けるというわけよね。その通りだ。まずはこの図を見てくれ。夫の経済力の分類で作られたカーストの一例である。日本の身分階級ピラミッド。めちゃくちゃ下水はねえ。この図を見てもわかるように。高級鳥の代名詞である、年収1000万円、でさえも上流下級の一番下のようだ。確か年収1000万円以上を稼ぐサラリーマンって、日本の全給与所得者のうち、たった 5% と聞いたことがあるけど、それでもピラミッドの頂点ではないらしい。日本の平均年収っていくらでしたっけ？2022年の平均年収は403万円、中央値は350万円だから。この図が現実的なのかすらもう定かではないよな。ちょっとめまいがするわね。そして、続いてはこの図を見てくれ。あくまでこの図は夫の職業によるピラミッドだが、やはり一般的に収入が多いイメージがある仕事ほど、カーストの上位に位置していることがわかるな。つまり、この図に沿ってママカーストが成立するということね。そういうことだ。芸能人や公務員などはこの図には当てはまっていないが、おおよそ最初に見せた身分階級ピラミッドで、大体の自分やママ友の立ち位置がわかる仕組みだぜ。恐るべし。夫の年収や職業、ひいては持っている家や車などで決まる、経済力、のママカーストというわけだ。経済力のママカーストってこれまでにどういうものがあったのかしら？経験談なんか教えてほしいわね。ネットの経験談の中には、こういうものがある。子供を私立幼稚園に通わせていたため、園児は様々な地域から集まっていました。そのため、カースト頂点の親は新入りにどこに住んでいるのかを必ず聞き出し、その答え次第でカーストの位置を決められていたのです。なるほど、つまりいわゆる高級住宅街や、一等地と呼ばれる地域に住んでいる人がカーストの頂点に君臨し、それに該当しない人はピラミッドの下、いわゆる下流階級になってしまうということね。高級住宅街に住むにはやはり夫の年収が大きく関わってくる。上流階級に該当する地域に住んでいること自体がステータスになっていると言えるだろう。住んでいるところがどこかなんて別に気にする必要ないと思うけど、ママ友の間ではそうもいかないのか。他にもこういうものがあった。私たち家族はマンションに住んでいるのですが、ママ友数人を初めて自宅に招くことになったとき、私の家は2階だよと伝えたところ、低層階イコール、購入価格が安いイコール、下層階級、の略印を押され、それから私への接し方が明らかによそよそしくなりました。同じマンションに住む中層階のママ友はなんとか輪の中には入れている状態です。そんな関係縁が超。
こっちから願い下げだわ。他には、夫の経済力に派生して、ママが専業主婦か働いているか、という内容でもカーストがあるのを知っているか？ネットでよく目にする、専業主婦論争、ね。霊夢の言う、いわゆる専業主婦論争は働くママが専業主婦を下に見る、というものだが、ママカーストにおいては働くママが下に見られる傾向にあるようで、完全に立場が逆転してしまっているんだ。え、そうなの？ママが働いていると何か問題があるとでも？あくまでママカーストの場合ではあるが、ママが働かなければならないぐらい夫の稼ぎが悪くてかわいそう、と思われてしまうんだそうだ。ええ、それはかなりずれた発想ね。世帯年収を上げるために働いている人もいれば、自身のキャリアアップのための人もいるだろうし、一概に夫の稼ぎを補うため、って短絡的すぎない？とあるネットの調査によると、なぜ専業主婦は働かないのか？というアンケートに対し、お金に困っていないので働きに出る必要がない、というのが最も多い答えだったそうだよ。ママカースト内での働くママへの批判はこのような意識によるものと思われる。お金に困っていないから専業主婦、お金に困っているから働かざるを得ないわママ。このような発想ってことよね？そういうことだな。また、家のことがおろそかになる、育児をきちんとできないなど、ママが働くことで様々な偏見にさらされがちだ。仮にお金に困っていないから専業主婦をやっていたとして、だからって働くママを批判する権利はないはずよ。っていうか、働いてようがそうでなかろうがマジでどっちでもよくない？そもそもよその家庭のことにずけずけと入り込むのが間違い。このような偏った発想は事情があって専業主婦をしている人にとっても、心地よいものでないことは間違いないだろう。非常識なことを聞くママカーストの上流階級とやらに、受け売りだけどいいことを教えてあげるわ。年収、宗教、支持政党、この三つは絶対に人に聞いちゃいけないことなのよ。珍しく霊夢がいいことを言っているぜ。プライベートのことはお互いに、聞かない、言わない、が大前提だな。続いてのママカーストは、ママ自身、で決まるものだ。ママ自身ってことは、外見ってことよね？外見なんてどうしようもない気がするんだけど。外見もそうだが容姿のことだけを指しているのではない。例えば身についている洋服やカバンなどがブランドものかどうか、ファッションセンスはどうか、メイクはどの程度しているか、などが挙げられるそうだ。本気で言っているの？そんなの個人の趣味で済む話だと思うんだけど。そんな世間の常識や価値観を当てはめること自体がママカーストの世界ではナンセンスだよ。個人の自由がまかり通ればママカーストなんて存在しないんだから。確かにその通りだわ。他人に服装や持ち物、メイクまで見られているとなると、幼稚園のお迎えや授業参観もノーメイクによれよれ営業ってわけにはいかなそうね。最低限の身だしなみは必要だと思うけどな。で、ママ自身っていうのは他には具体的にどういうものがあるの？先ほどの持ち物以外にも、例えば、子供の数や性別、さらにママの年齢、というものもあったので紹介したい。え、子供の数、性別、ママの年齢？自分じゃどうすることもできないことも含まれてますけど？子供の人数については、かつて朝の情報番組、特ダネ、で、男性アナウンサーによりこんな出現があった。本当にママカースト作りたいなら子供の数が多い人がトップに来て。え、公共の電波でなんてことを。子供の人数でカーストの位置を決められたらたまったもんじゃないわよ。このアナウンサーのように、子供の人数が多ければ多いほど、カースト上位に君臨できると考えるママたちも非常に多く、それにより本来味わう必要のない思いをしているママもいるんだ。そもそも、ここ何年もある、一人っ子だからダメ、っていう風潮がなくならないこと自体も問題なのよ。よその家の家族構成にイチャモンつけるのがナンセンスだわ。また、子供の性別についてはこのような週刊誌の記事があった。この産み分けにもママカースト男女両方産んで勝利となる。ええー、産み分けって。少子化が進む日本では、どうせ子供を産むのなら男女一人ずつ、と考えるママが増えてきているそうだ。そんな 100% 自分自身でコントロールできない部分で、ママカーストって言われても。この場合のカースト最上位は、上が女の子で下が男の子、ついで上が男の子で下が女の子となり、その下は姉妹、一番下が兄弟であるそうだ。しょうもないわねー。周りの兄弟構成で優劣をつける必要がある？特に女の子を欲しがるママが多く、
二人目も男の子となると落胆するママもいるそうだ。三人目に女の子が生まれることを望んで妊活をする人も少なくない。これって、兄弟を連れて歩いてたら、三人目は女の子頑張らないとねって言ってくる他人いるじゃない？そのデリカシーのない発言のせいで、男の子より女の子じゃなければとか、絶対に女の子を産まないと、って焦っちゃうのよ。さらに、ママの年齢については、明らか20代で子供を産んでいる人はヤンキーだから仮想階級、といった年功序列制度によるものもあれば、若い家族が多い地域では、高齢出産だからカーストの下といったものもある。明らかに偏見の塊でカーストが出来上がってしまっているわね。他のママカーストと違う点は、このケースでは、私は周りのママより年上だからカースト最下位、とか、周りと比べて年が若すぎて輪に入れないからママカーストの底辺、といったように、自らをカーストの一番下だと思ってしまうこともあるようだ。そんな考えに凝り固まっている人に一言言いたいわ。気が合う人は年齢関係なし。歳が離れてても一緒にいて心地いい人は存在するのに、その考え方は損してるわよと伝えたいわね。最後のママカーストは、子供の能力、で決まるものだ。またそんな自分の力でどうすることもできないもので。例えば子供の容姿では、一重か二重か、直毛かくせ毛か、色白か色黒か、背の高さ。挙句の果てには習い事の有無や内容、数などが関係してくるそうだ。ママカーストを従う人に言いたい。せめて夫や子供で比べるなと。そんな中で最も比較されがちなのが、子供の学力だろう。それまで同じ幼稚園や小学校に通っていたのに、小学受験や中学受験をするということだけで一気にカーストが出来上がる。学力は生まれ持ったものもあるかもしれないけど、おそらくほとんどの子供の、努力、によって後から付随してくるものじゃないのかしら。そう思える人ばかりじゃないのが現実だ。いつの間にか、子供の成績イコール自分の価値、となり、子供の成績によって序列が決まってしまうそうだ。信じられない、どこの世界線の話なのかしら。とあるネットの投稿にこのようなものがあった。中学受験で有名なとある塾に子供が通っており、保護者会に参加した時のこと。塾の上位クラスに在籍する子供の母親は、誇らしげな感じで最も中央の見えやすい場所に、ずらっと並んで陣取っていたのです。上位クラスに在籍しているのはすごいことだけど、それはママの努力の結果じゃなくて、誰でもない子供本人の努力の結果でしょう。もちろん親のサポートもあったにしろ、そもそも根本を履き違えているわよ。また、学力以外では子供の運動能力によってもカーストが出来上がることもあるらしい。はぁ？ここまで来るともはや意味不明ね。一例として、所属する部活で見てみよう。この図で表されている、スクールカースト、でもわかる通り、野球やサッカー、バスケットボールといった、一般的に高い身体能力が必要と思われがちな部活に所属している子供を持つ母親は優位になるそうだ。子供がやりたくてやってる部活にまでママカーストが潜んでいるなんて、子供もやってられないわね。むしろママカーストを気にして子供のやりたい部活をやらせてあげない親なんかいないと信じたいけど、子供が一生懸命頑張っている部活を下に見ることは、子供自体の否定につながりかねない。毎日頑張って部活に参加している。内容ではなくそれだけを見て評価してあげてほしいわね。最後に、そもそもなぜママカーストができてしまうのか。そしてママカーストから解放されるために大切にしておきたい思考について説明しよう。確かに原因と改善策を知ることは大切ね。ママカーストができる仕組みとして、人間の本能が関係していると言われている。え、本能的に出来上がっているの？人間は本能的に上下関係を作りたがるもの、なんだそうだ。そもそも語源となったインドのカーストの起源だって紀元前1500年も前に作られたものなんだから。そんな前から人間は身分階級を作っていたのね。そして、人間は動物的本能から、生き抜くために自分を優位に従う傾向にあるため、自然と誰かと比べて自分が上にランク付けされることを快感に思うようにできているんだそうだ。つまり、本能がそうさせているからママカースト自体がなくなることはおそらくないということね。そうだろうな。だからこそ、ママカーストから意図的に解放されることが大切なんだ。その方法にはどんなものがあるの？大切なのは、ありのままの自分を受け入れること、そして、広い視野を持つこと、だと言われている。なるほど、深いわね。小さなコミュニティにしがみつく必要はないんだわ。
まさにその通り。もっと視野と行動範囲を広げることで新たな世界が待ち構えているよ。胃の中の蛙大会を知らず、広い世界へ飛び出してみるのも悪くないわよ。ママカーストの世界、おぞましかったわね。そもそもなぜママカーストなるものが存在するのか、そこに焦点を当てる必要があるだろう。おそらく、自分と誰かを比較して優越感に浸りたいという思いがあるのかもしれない。他人と比較することでしか得られない優越感なんて、しょうもないものだと早く気づくべきよ。同様に誰かと比べて自分を下に見てしまう劣等感もめちゃくちゃ無駄なものだわ。視点を変えて、ママカーストに巻き込まれないためにできることって何があるかしら？これも人によったり環境によったり様々かもしれないが、夫や子供の話や家のことを極力話さない、ママ友の人数を増やすことに固執しない、期間限定の付き合いだと割り切る、という声があった。期間限定の付き合いって確かにその通りかも。あくまでも子供が同じ幼稚園や学校に通っているっていうのが出会いのきっかけであり、唯一の共通点だものね。子供が大きくなれば自然と交流も減るというのは納得だわ。自分は自分、という意識をしっかり持てば、周りからの評価を気にしたり比べるということもしなくなるのではないかな。よそはよそ、うちはうち。よく親が言うセリフだけど、本当に大切な考え方ねー。ママカーストはもしかしたらなくならないのかもしれない。でも、ママカースト上位の人も周りと比べて優越感を持つってことは、自分に自信がない証拠。自分を下位だと思っている人も、もっと自分に自信を持つことで、自分らしさを取り戻せると思うよ。子は宝っていう言葉があるけど、日々休みなく子育てしてくれる親という存在がいるからこそ、宝は宝であり続けられるのよ。ママだけでなく、パパも子供たちもみんなが自分らしく、素敵な毎日を過ごせる世の中になりますように。それじゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。